こんにちは、ひろゆき Z です。今福岡空港から地下鉄で帰ってきまして、博多駅新幹線口に行きます。地下鉄列車を降りまして、一番後方車両乗っているとこちら筑紫口のところに出ます。でもこう、その新幹線乗り場こちらです。はい、JR 西日本の乗り場です。はい、で今日の博多よかよか切符、こちらを行使したいと思います。はい、はい、で博多駅入場しました。それでのぞみ52号ぐらい乗って帰ろうかな。今日はもう行きに新幹線たくさん取りましたからですね、まあ、そこまでたくさん取る必要はないと思います。いや、もっとたくさん取りたいんですけどね。3090円。のぞみ52号かもしくはのぞみ54号で帰りましょう。どちらもこちらもですね、東京行きと12番乗り場ですね。はい、こちらがいい方乗って帰りましょう。コーヒーでも買おうかな。のぞみ52号は N700A ですね。いいですね、新幹線。この次の車にしますかね。あとこれは肩です。ここら出ると広島まで止まりません。G34編成。JR 東海の車ですね。はい、JR 東海の G34 編成の N700A です。この列車はですね、小倉、広島、岡山、姫路に泊まるタイプののぞみです。姫路のぞみです。こちらの N700A は見送ります。今日 N700A に乗ろうと思ったら何回でもチャンスが来ましたね。34編成。のぞみ52号東京行きが発車していきます。 N700A 系の G34 編成、 JR 東海の車です。
はい、今日休みなんですよ。はい、あ、いいっすよいいっすよ。はい、次ののぞみ54号に乗りましょうかね。そちら乗って小倉に帰りましょう。じゃあ九州新幹線800系がありますね。もう鹿児島はもうだいぶ行きましたんでね、今年はもう GPS チェックイン終わりましたから、もう当分はいいかなとは思ってますけど、また機会があれば乗りたいです。のぞみ54号を待ちたいと思います。左側のヘッドライトは綺麗ですね、カバーが。こちら U の0007編成。こちら16時59分の発車なので撮影したいと思います。お、なんとそちらも800系が来てます。こちらの800系とヘッドライトの位置は違うのかな？一緒なのかな？800系新幹線なんかこう違いがあるんですよね、ヘッドライトとなんかで、ね。何編成なんですかね。一緒で、まあ、こちら発車待ちたいと思います。はい、カモメの。あ、いいですね。ポイントがコーヒーカーティングがいいですね。いいですね。はい、800系新幹線の発車シーンを撮りたいと思います。
広行き Z でした。次はのぞみ54号に乗車します。